もおとにちゃんです。さて本日はですね GU の購入品をご紹介したいと思います。それではレッツラン GU。 はい、ということですね、今回は久しぶりの GU の購入品になっております。今回はですね初めて GU の通販で買ってみました。久しぶりに GU で買ったんやけど、めちゃめちゃ春物が可愛くて、まだねちょっとね基本的に寒くて着れないものもあるんですけど、でもそれでもマジでおすすめしたい今回春物を1万円分買ってみたので、よかったらね最後まで見ていってください。てかさ、知ってた？ GU ってさ、一番最初のさ、オンラインで買うのは無料らしい、送料が。うん、びっくりしたんご、これ。マジで。では、まず1着目でございます。1着目は、ボリュームスリーブティーでございます。こちらのお色がオフホワイトで、サイズが M サイズで、お値段が1490円でございます。これね、めっちゃ、じゃあ良い。生地感的にも軽かな、すごく伸縮性があってめちゃんこ着やすいで、なんか袖の部分がこんな感じでふわっとゆるっとしている感じなので、一見ねすごくガーリーに見えるんですけど、私は今回あのデニムで合わせてみました。このさデニムの合わせが私はすごく気に入ってて、というのもやっぱね女の子っぽさもありつつ、でもガーリーになりすぎないようにデニムに合わせることによってすごくねいい感じの統一感が出ます。で下はシンプルになりすぎないように赤のバレーシューズとかこうね色物の靴とかで、まあ小物系を色物にするっていう合わせ方をしてみたんですけど、すごい気に入ってる。めちゃんこよくない？でこれね見てもらったら分かる通り結構な透け感があるので、私は今回中にあのカップ付きのキャミソールとか着てたんですけど、まあちょっとね紐とかが結構見えちゃう素材にはなっているので、まあそれはね注意して着たいなと思っております。ちょっと首も詰まってるから、この上にビスチェとかキャミソールとか合わせてもすごい可愛いと思います。私はどちらかといえばガーリン寄りの服をよく着ているので、私とね趣味がほんと同じ人はめちゃんこ着回せると思います。ではではお次行きたいと思います。お次はですね透かし編みカーディガンでございます。こちらのカラーがレッドでサイズが S となっております。でお値段が1990円でした。これめっちゃ可愛くない？こうマジで一目惚れしたんやけど、着てみるとこんな感じでございます。今回はですね、まあ赤と私はねあえてレオパードを合わせてちょっとね派手な感じに見えるんですけど、やっぱりねこの赤色がすっごい可愛い。あと今回はちょっとあの春っぽい感じにしたかったのでタンクトップでね合わせてるんですけど、私はねタートルとか、まあ、レースとかで合わせても可愛いかなと思いました。めちゃくちゃ可愛い。で今回 S サイズ買ったんですけど、結構 S でもゆったりめだったので、あんまりね大きいサイズ買わない方がいいかなっていうのは思いました。袖がねすごく広がってて、あと丈感がすごく短いのでハイウエストのボトムスと合わせるとめちゃめちゃ足長効果に見えます。であとねこう V ネックになってるのですごくね首元も華奢に見えるし、これはマジでおすすめです。ちょっとぜひねあの他の色もねあってすごく迷ったんですけど、私はね赤色が好きだったので今回赤を選びました。ではではお次ボトムス行きたいと思います。今回ですねボトムスはこちらをね買ったわけなんですけど、皆さんそうお察しではあります、お察しではねあるかと思うんですけど、今年ねやっぱミントグリーン、特にまあグリーン系の色が春は来るなとまあいろいろ見てて思ってるんですけど、いや今回だからねちょっと両方ともグリーンを選んでみました。まずこちらですね、こちらのはいパンツでございます。これはカットソーストレートパンツグリーンでございます。サイズが S で1990円でした。あのさちょっと先に、はいどうぞ。ちょさこれさパッツパツやんねパッツパツやったんよ。ちょっとさなんかウエストとか見てゴムやしいけるかなと思って S サイズ調子乗って買ったらもうやばいパッツパツやった。じゃほんまに最近めちゃんこね太ったっていうのもまあなんかあんまりこうねなんか食生活とかも最近良くなかったから気づいたんよ。私さなんかに自分の体型似てるなと思ったんよ。うんマジさハンプティダンプティに私そっくりでさみんなハンプティダンプティ知ってんのかな。まあなんかそうハンプティダンプティ似てるなと思って、だからほんまに太ももとお尻がパツパツやったんよ。でウエストとかはね意外といけるんですけど、ちょっとこれはねちょっと痩せようと思いました。それでもまあパツパツなんやけど、すごくやっぱりねハイウエストやしストレートのパンツやからめちゃめちゃ足が長く見えます。私もともとストレートパンツめっちゃ苦手で、というのもやっぱタックも入
入ってないし、まっすぐやから、もうなんかズドンってすごい見えちゃって、なんか苦手だったんですけど、このパンツはめちゃめちゃ履きやすいし、生地感もすごいね、サラサラしてるので、本当に履きやすいです。意外とね、お尻周りとかウエストに比べたら、結構パツッとしてる感じだと思うので、ぜひね、ちょっとサイズ感とかは、まあネットで買う人はあれなんですけど、しっかりね、見た方がいいなって思いました。でですね、今回、このグリーンパンツに合わせてるシャツなんですけど、このシャツ、なんとエルシーの春服の新作でございます。ちょっとね、いつになるかわかんないんですけど、春物として、販売しようと思っていますので、ちょっとお楽しみに、プチ宣伝でございました。じゃあ、お次いきますね。お次は、こちらのスカートでございます。これは、もう私と同じ趣味の子やったら、もう絶対好きやと思います。こちらはですね、プリントフレアロングスカート、カッコドットでございます。こちらはイエローで、サイズが S サイズで1990円でした。これも、さっきのパンツ同様、ちょっとムチッとしている感じにはなるんですけど、でもスカート周りもすごくフレアなので、お尻周りとかはそんなにさっきのパンツに比べたら、気にならないかなと思いました。全部ゴムになっております。こんな感じでちゃんとベルト穴もついている優秀スカートでございます。このスカートは今回あえてね、ちょっとゆるっとしたスウェットで合わせてみました。可愛くない？この格好、すごく私は初めて見た時に、なんか古着っぽいって思って、ちょっと今回買ってみました。このなんかパキッともしてないけど、このくすみすぎてないこのグリーンと、あとこのドットの組み合わせがめちゃんこ可愛いです。あと前にね、プリーツが入ってることによって、すごくね、足も綺麗に見えるし、私はね、丈感とかもすごくぴったりで、本当にこのぐらいの丈感がすごく好きなので、めちゃめちゃいいなと思っております。なんかさっきのこのね、白のトップスと合わせてちょっと可愛い感じにするのもいいし、あえて T シャツとかスウェットとかですごくね、カジュアル目で着るのもいいかなって思いました。なので結構万能やなって思います。はい、ということで最後でございます。最後はね、ちょっと私にとっても意外やったというか、最初全然買う気なかったんですけど、ちょっと挑戦してみようかなと思ったものでございます。こちらですね。こちらはですね、チュールキャミソールワンピースです。こちらのお色がグレーで、サイズが S です。お値段が1990円です。なんかね、形がすごく可愛いなってやっぱり思ったので、今回ちょっと買ってみて合わせてみたら、すっごい可愛くて、今回私はちょっとロンティーに薄めのデニムで合わせてみたんですけど、結構なんか王道な合わせ方かなって私は思っております。これはさ、夏もさ、ちょっとなんか T シャツに、まあなんかパンツとかスカートとかの時とかでも、上から着るだけでなんかおしゃれ感が一気に増すというか、この透け感がめちゃめちゃ可愛いなって思いました。なんかこのやっぱりね、こうふわっと風でなびく感じのスカートのこの感じもすごい可愛いし、あとやっぱりね、さっきも言ったんですけど、シンプルな格好の時に一つワンポイントのアクセントで入れるのが一番可愛いかなって思っております。結構ね、春とか夏とかって、私もそうなんですけど、ブラウスとか T シャツとかロンティーとかがすごく多くなってきて、なんかちょっとこの間も着たしなみたいなワンパターンになりがちだと思うんですけど、そういう時にこのね、チュールのこのワンピースを合わせることによって、一気にね、雰囲気が変わるから、これはね、一つ持ってるだけでもすごくいいかなって思っております。はい、ということですね、いかがだったでしょうか。これが私の GU の購入品でした。で、今回ね、結構欲しいものが大型店限定とかだったので、ちょっと買いに行くのも場所も場所だったので行けなくて、今回ね、だからネットで買ってすごい不安やったんやけど、めちゃめちゃ可愛いなって思いました。ちょっとぜひね、皆さん、本当に今めちゃめちゃ可愛いので、このね、週末のお買い物の参考によかったらしてみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram や、そして TikTok もやっているので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。